テレボーウリアは、ウクライナテルノーピリ州テレブボーウリア地区の行政中心地となっている市である。セレト川支流のフニズナ川に面する。市の日は7月7日。テレボーウリアには新石器時代期にすでに人々が住んでいた。資料上の書室は、一般地位年代期の1097年の記述であり、その時点ではテレボブリと呼ばれていた。町は、 春市な地方における最も古い都市の一つである。また、11世紀末よりテレボブリ広国の首都となった。町は1349年にポーランド王国に組み込まれた。1389年にはマグデブルク法を採用した。14世紀末以降になると、ポーランドの前線の要塞としてテレボーラ城が築かれた。ポーランド人とクリミアタタール人。 オスマントルコとの戦闘の中で、城は何度か破壊されている。1594年、町はポーランドに対し反乱を起こした、ウクライナコサックのセベルインナルイバーエコによって占領された。1648年から1654年に、かけてのフメルニツキーノーランでは、ポーランドに対するウクライナ側の拠点の一つとなった。また、1672年から1676年に、 かけてのポーランドトルコ戦争の最中の1675年には、オスマントルコ軍による包囲を受けている。1772年の第一次ポーランド分割から、オーストリア・ハンガリー帝国の領土となった。1918年から1919 19年には、二州クライナ人民共和国の領域となったが、同国の消滅とともに、1939年まで、再び、ポーランド領、後に、 ウクライナソビエット社会主義共和国領となった。なお、旧称のトレンボーリはポーランド語に由来する。この名称は1944年まで用いられていた。テレボーリの評議会は、テレボーリ市とボルイチフスカ村から成り立っていた。しかし2007年11月4日の投票で、有権者の大多数が分離に賛成したため、ボルイチフスカ村独自の村評議会が発足した。 分離以前の両業成区を合わせた人口は14,005人であった。そのうち、テレボウリア市に13,455人、ボルイッチフスカ村に550人が住んでいた。なお、1975年の人口は11,600人、1990年の人口は13,600人だった。ABC-12011 マイナス2011アーカイブド2012年10月10日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ABC、税、国本哲夫、ロシア現初年代記、P278ABCD。ありがとうございます。